昔々、そのまた昔からコウノトリは赤ん坊を運んでいた。しかし現代では、今や我が社の中心商品は赤ん坊ではなく小包だ。電話が届いた。赤ん坊を届けたら焼き鳥にするぞ。ところがある日、ママ、パパ、僕弟が欲しい。コウノトリ宅配便、一緒に遊べる弟を運んでください。禁止されたはずの赤ちゃんの注文書が届いてしまう。赤ちゃんを届けなきゃ。うわぁ、何やってんだ。危険です、危険です。焼き鳥だ。かわいい。行くぜベイビー。月曜までに届ければ問題ナッシン。怪しいじゃん。はっ、狼だ。組体操31番潜水艦、あいつらを捕まえろ。なんでこんな思いをしてまで届けるんだ。この子を送り届ければ私の両親も見つかる気がしたの。コウノトリはもう来ないの。諦めなさい。もう時間がない。コウノトリ大作戦、組体操1000番。